一体どういうことなんだよ。あのオムニスがあんたに言ったことなら全部本当のことよ。私前に言ったでしょ、あんたが願いの力を使って別の可能性を引っ張ってきても悪魔たちはゴミとして残ってしまうって。それは悪魔化した魔法少女たちもそう。じゃあ俺はずっと、続けてきたっていうのか。悪魔全部がそうとは言えないけど、あんたがそうした中にはそういう子もいたかもね。こんなバカみたいなことあるかよ。魔法少女になるということはね、自身のあらゆる可能性を得るために自身も魔に染まるということ。もうわかるでしょ。それはつまり悪魔になる可能性すら内包されるということよ。悪魔になる。そう。じゃあ俺は今まで何と戦ってきたんだ。この戦いって何なんだ。最善の可能性をつかむための戦い、サバト。少し一人で散歩してくる。え、また最近そればっかりじゃん。
というのを車輪の再発明という。だいたい本当に全てチタンならむしろ強度が下がる。そんなことは。うるさいぞ姫、ちゃんと業務をしろ。覗きと一緒じゃないか。赤、こっちの書類の決裁を頼む。俺のハンコを使っていい。あら、いいのかしら。さすがに全部は見てられん。アキさん、あなたがやった収支決裁表間違ってますわよ。全部数パーセントのズレ。君は消費税という言葉を知らんのか。だいたいなんで初期の僕が計算してるんだ。会計は君だろ。面倒だからですわ。今鼻で笑いましたわね。これがあいつらの何でもない普通の日常なんだよな。俺はそんな何でもない日常を見ていられない。どこか別の場所に。なあ、この間の悪魔のことなんだが。あら、あのシェコが何か気になりますの？あれだけの強力な敵だ。当然だろう。おお、シェコの素晴らしさに気づくとはさすがアキサね。鼻の付け所が違いますわ。お姫ちゃん、そういう時は目の付けどころよ。この前の戦いはマリアーヌのおかげでなんとか切り抜けることができたが。あら、私だって活躍しましたわ。はあ、エリザが一番最初にピンチになったくせに。問題は戦闘後の話だ。僕でよく聞こえなかったが、オムニス同士が会話を交わしていたように見えた。ああ、口喧嘩ね。なんというか、白いオムニスのただならぬ空気にオムニスが気をされていたようにも見えたな。何か言われたのかしら。あの一件からこっちの猫ちゃんは急によそよそしくなった気も。オムニスは何か隠している。だがあいつは僕らに何も話そうともしない。あのポンコツ、最近は悪魔討伐の時以外は顔すら出さないのが気に入らないわ。まだまだ強い敵が残っているのに何も話してくれないだなんて、なんだか不安になるだけですよね。そうだな。どうした？うん、青の返事はすぐわかる。今のは同意の「そうだな」じゃない。やはりアキサには隠せんな。確かにまだまだきつい戦いが続くだろうに、オムニスはあれから顔を出さん。だけど自分でも不思議なんだが、俺はそれほど悲観はしていないんだ。なぜか。そうだな。なあ、タケラフを白いオムニスに襲撃された時のことを覚えているか。シャコに完全にビビってて無様でしたわ。だけどさ、あいつ何に動揺してたと思う？
何かしら。巨大な3匹のシャコと自分そっくりの敵ですわ。そうだな、それらにも確かに動揺してた。だけどあいつが一番気にしてたのは俺たちの安否だったんだ。こいつらに手出しはさせないだとさ。映画みたいで情熱的なセリフでしたよね。なあアキサ、アキサが一番あいつとの付き合いが長い。あんなこと本気で言うやついるんだな。そういうやつだオムニスは。それはいいな。しかし今のオムニスは。わかってるアキサ、俺は別にさ、状況を楽観してるわけでも過信してるわけでも盲目になってるわけでもない。あいつと一緒なら大丈夫だと思えるんだ。バカかな。青の方こそカッコつけすぎよ。でも青がそう言うなら私もそう思うことにするわ。なるほどな、僕だってあいつのことは一目置いてるんだ。あら、実はオムニスの有用性を最初に見抜いていたのは私。エリザ、さっきポンコツって言ってただろうが。ポンコツは私ちゃん様の最上級の褒め言葉ですわ。参ったな。7軒目でしょ。セーラとココア。ほい、セーラには絶対これ似合うよ。え、こういう体のラインが出ちゃうの私には。ここあったら。もっとココアのセンスを信じてほしいな。それは信じてるわよ。ファッションデザイナーになろうってこの言葉だもの。いや、まあデザイナーになれなくてもお家で趣味で作る感じでもいいんだけどね。あら、もったいないわよ。ココアのセンス私は好きだもの。じゃあなんでさっきから買わないのさ。私、洋服買うときはいつも一度見ただけで決めたりしないの。とでも言って、私は入念派なの。ブーうにゃ、撮ったの。ううん、ココアは演技派だなと思っただけ。それどういう意味なのさ。うん、そのまんまよ。何それ。気になってるんでしょ。何が？オムニスのこと。まあね。この間の白いオムニスとの戦いから、オムニスの様子なんだか変だものね。なんていうか、
ち嫌われちゃったのかな。そんなことはないと思うけど。うん、でもオムニャすごく遠くに行っちゃった気がする。そうね。ココアの時間は終わりね。今からカフェ巡りの時間よ。ココアまだ何も買ってないのに。時は金なりよ。あのさ、イカサマしてみかしてるっしょ。いや、イカサマは証明されるまではイカサマじゃないから。それ自白したも同然じゃね。自白？さっきのは単なるほのめかしだよ。何それ、意味わかんねえんだけど。というかリリみたいな単細胞相手にわざわざイカサマしないから。お昼食べたばっかりなのに元気だよね。消化には自信あるっす。へえ、だから無駄に発育がいいんだ、マリオは。無駄って。じゃあ、水着グラビアとかやってみる。水着無理っす、そんなの。嘘、ただでさえ以降の仕事減ってるのに回せるわけないでしょ。あははは、そうっすよね。そんなのいいから、もっかいやろう。はいはい。はい、フルハウス。ないって言っても、あたし信じないから。フルハウスの確率は 0.14%、 リリーがおぎゃーと生まれてくる確率1400兆分の1。そんな確率を当ててるんだ。フルハウスくらい人生で何度も巡り合ったっておかしくない。1日で3回も巡ってくるわけないし。ま、今日はたまたま運が良かったな。一体どんだけ幸運なんよ。そのリリちゃんは大雑把すぎるっすよ。マリオ、何か気づいてるわけ？単にリリが熱くなってそっぽ向いてる間にカード全部取っ換えてるだけでしょ。嘘、マジで？リコ。まあそろそろ潮時かな。うそ、まだ私は続けるから。リリ、何よ、初
勝負の邪魔をしないでくんない？そろそろイコたちを集めた理由聞かせてほしいんだけど。ああ、そっか、それか。まったくもう、イコだって暇じゃないんだからね。はいはい、わかったってば。あのさ、最近あいつおかしくね？オモニスターのことすか？そう、なんつうか変に思い詰めてるっつうかさ、気になんない？はあ、何かと思えばそんな用事なの？え、そりゃそうっしょ、だって仲間じゃん。その面倒見の良さ、いつか大損するよ。でも気になるじゃん。お人よしだね、ほっとけばいいのに。あの僕もずっと気になってたっす。マリアは？最近のオモニスタずっと考え事してるっていうか。それそれ、私もずっと気になっててさ。悩み事も一つくらい誰だってあるもんじゃない？いえ、あの雰囲気はそんなんじゃないっす。おそらく一撃必殺の超強力技を引っ提げて、もしくは最終決戦仕様にパワーアップとか。そっちか。はあ、バカみたい。ビビってどっか逃げようとしてるだけだったらどうすんのよ。おむっちがそんなことするわけないっしょ。ま、あれが牙を研いでるのか、尻尾巻いて逃げ出すタイミング探ってるのかは、正直フィフティフィフティだろう。花は、おむっちが逃げるっていうわけ？そうは言ってないだろう。フィフティフィフティだってば。でも、オモニスタはきっと…ま、私の勘ではあれは逃げ出す弾じゃないって踏んでるけど…花火…なんで、私の勘は当たるんだぞ。さてと、じゃ、そろそろ行くね。僕は信じてるっす、オモニスタを。ニコはどっちでもいい、自分の障害は自分で取り除くだけだし。さすがっすね。え、ね、ありがとう。あ、言っとくけどね、リリー。ん？イコは最初から心配してなかった。え？だってあれはそんな根性なしじゃないでしょ。イコ、うん、私もそう思うよ。でしょ？なんだ、みんなおむっちのことを信じてたってわけか。まったくもう、私の余計なお世話だったんじゃん。俺は。あいつらに何を期待されているんだろうな。